ケイト・ブランシェットは、オーストラリア出身の女優。ビクトリア・シューメルボルンで生まれる。父親のロバート・ブランシェットは、アメリカ人の広告会社の重役であり、ケイトが10歳の時に、心臓発作により他界している。母親のジューン・ブランシェットは、オーストラリア人の元教師、現代社員。兄のロバートは、コンピュータープログラマー。妹のジェネビーブは、 クイーンランドシアターカンパニー所属のセットデザイナー。メルボルン大学メソジスト女子カレッジで美術史と経済学を学んでいたが中退し、オーストラリア国立演劇学院で演劇を学ぶ。1992年に同演劇学院を卒業、舞台女優としてキャリアを始める。1993年にカフカダンセズで、 シドニー劇場非評価協会賞の新人賞を受賞。ジェフリー・ラッシュと共演したオレアナで最優秀女優賞を受賞した。これはシドニー劇場非評価協会賞で史上初のダブル受賞でもあった。1994年にポリス・レスキューで映画デビューし、1996年公開のパラダイス・ロードでハリウッド進出を果たす。 1997年公開のレーフ・ファインズと共演したオスカートル・シンダで国際的な評価を得る。1998年公開のエリザベスでエリザベス一世を演じゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞。アカデミー主演女優賞にもノミネートされ一躍トップスターとなる。翌年の ピープル氏の最も美しい50人の一人に選出された。2001年からのロード・オブ・ザ・リングシリーズではガラドリエルを演じ演技派、実力派女優としての地位を築く。2004年公開のアビエーターでアメリカの大女優キャサリン・ヘップバーンを演じアカデミー女演女優賞を受賞。2007年公開のアイム・ノット・ゼアでボブ・ディランを演じ ゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞した。2008年1月に夫のアンドリュー・アプトンと共にオーストラリアで最も権威ある劇団シドニー・シアター・カンパニーの監督に3年の任期で就任することが決定している。また、同年4月に行われるオーストラリア2020サミットの文化芸術会議、トゥアーズ・エクリエイティブオーストラリアの委員長に任命された。 2008年12月5日にこれまでの功績が称えられハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名前が刻まれた2013年に公開されたウディアレン監督の映画ブルージャスミンにおいて結婚生活が崩壊したために妹の下で契約生活を送らざるを得なくなった女性を演じたこの演技が彼女のキャリアの中で最も素晴らしい演技だと称賛され ゴールデングローブ賞主演女優賞、アカデミー主演女優賞を獲得した。2017年には、オーストラリア勲章第2位、コンパニオン・オブ・ザ・オーダー・オブ・オーストラリアを受訓。1997年12月29日に、劇作家のアンドリュー・アプトンとロンドンで結婚。2001年12月3日に、長男。2004年4月23日に、次男。 2008年4月13日には3男を出産。2000年代前半まではイギリスで暮らしていたが、現在は家族と共にオーストラリアシドニーで暮らしている。SK2 とアルマーニのグローバルアンバサダーを務めている。ウッディ・アレンは雑誌スバル2014年5月号でのインタビューで、ブランシェットの演技について常に彼女は素晴らしく偉大なのです。 偉大というのは自分が定義づけできないような天才のことです。演技がうまい。けれど、それをぴょんと飛び越えてしまうような素晴らしいと豊かさ。理解したり文章で説明できる範囲をはるかに超えている。ケイトにはその深さや複雑さがありますと評した。塩田智子が担当することが多い。ありがとうございます。